長さん、会長さん、会長さん、そろそろ準備会長さん、会長さん、ちょっと早くしてください。君さん、僕がこのお店さんでどれだけ出してるか分かってんの？分かる？満さんだよ、満さん、満さん。ルイスアガス、今日はお休みですか？何の仕事してるんですか？引き生やして。うわー、すごい。いいっすね、今日はいっぱい仲間いらっしゃいます。すげーっす。面構えがね、やっぱ僕の弟さんみたいな。3兄弟います。いい感じでね、朝からわざわざね、ガチオに会いに来てくださってということでね、高速ぶっ飛ばして、かっ飛ばしてきたっていうことでね、もうほんと嬉しいっす。まあ今日はね、もちろん狙いありますが、狙いというか、まあいいや、抽選引いてから話します。よろしくお願いします。4番、4番。兄弟6番引いてますわ。うわ、マジか、結構早い。面構え俺ですから。兄弟いました。どうも、ガチで楽しむ男、ガチオでございます。本日も楽しんでまいりましょう。いや、もうですね、まあいつものホールさんでですね、やらせていただいております。前回と一緒でございます。もう蔵立ちますね、私このホールさんだけで。やべっす。本当相性抜群のホールさんということで、正直なところ構成ってほぼ積もっておりません、私多分。前回もね、今まで6が入ってたようなこの北斗の拳座ったんですけども、前回からねちょっと傾向が変わってると。で、前回のおさらいでございます。私が収録した時がですね、まあちょっとデータ 見させていただいた限り、まあ北斗ですね、北斗、あとは、カバネリ、あたりかな、あとはとあるとかも並んでたんじゃないかなと。コンセプトの並びがねあったんじゃないかなっていうところなんですけども、ガチオでございます。楽しむ男、ガチオ、ガチで楽しむ男なんで、やっぱね、コンセプトはやっぱつもりに行きたいんですが、最近もうね、めちゃくちゃやられてる機種があります。負けてるんですわ、ある機種めちゃくちゃで、結構好きなんですよ、でも出せない。その名もビレッジ、バイオハザードビレッジQ っていう気持ちではあるんですが、ピー入れてよちゃんと、あんたね、でも愛してるんです、愛してるから打ち込んでるんですが。今日はですね、 4,50 名で4番選びたい放題。本当にしっかり高セットを積もりに行くっていう感じだったら、できれば北とかカバネリなんですけど、皆さんそんな見たくないっしょ、と思うから、素直にビレッジを見たいかもわからない。そんな感じではないんだけど、俺がやっぱ本当出したいし、高設定積もったことないですよ。だからそろそろね、このホールさんだったら入れてくれそうな気もするし、期待も持てるので、判別、私ガチョウ大好きな高設定の判別と、まあとりあえず値段を出す、いいところを皆さんにビレッジのねお見せするっていうところで、今日は多分ビレッジ、あとね数十歩あるんで、そこで心変わりするかもしれない、様変わりするかもしれませんが、まずはビレッジで行く予定です。お願いします。いや、多分ねカバネリ今日並ぶと思うんですけどね、ドクターストップかかってますんで、私カバネリに関しては、あ、行かないんだ、北斗に行くのかな皆さん。お願いします。あ、全然行かれない、え、どこ行くんだろう。あ、この北斗行かれてた、前の方、前回のね、あ、前の方もビレッジなんだ、え、マジか、あ、ビレッジ仲間だ、マジか、3番の方が。じゃあ僕は取りやすいね角取ります。で、一応大番つながりもあるかもしれないんで、12なんですよ、1012から後ろ背面が1013の北斗なんで、つながる可能性もある。で、前回はここら辺から右に6台、並んでましたね。前々回僕打ったんですよ、実は。
の時とはちょっと違って前回は並んでたと。で北斗も結構来てますね。待ちましょう。あのホール状況見たいんでね、着席と整理券セットですよ。はい、ワンセットになってますんでね、お待ちします。回収されるまで兄弟たちが北斗と、前回ここら辺だったんで、前回はうん、もしかしてこっちもあるかもしれないで、ね、気にしつつ。一番似てるよ、一番似てる。売り二つですよ。北斗もやっぱ人気ですね、ある程度で。まあ前回僕がフリーズ引いた箇所はこの左角なんですけど、前回はねちょっと当たりではなかったんですよね。なんで傾向が変わってるかもしれないですけど、今日は多分2番の方が取られてましたかね。1番か2番の方が、まあ、今回もしかしたらね、あのレインボートロフィー出るかもしれないですけどね、まあ、ガチを多分見てくださってるってことでね、本当ありがとうございます。本気もありえそうだよね今日。でももう満台と。でガルパンも満台か。ガルパンがあれだな、2番の方が取られてますね。でもやっぱ早いっすよね。前回並びがあったカバネリ、やっぱ今回も満台となっております。じゃあガチョウ参ります。ビレッジです。タコ負け中です。打てば打つほど勝てませんということで、トータルも万枚以上負けておりますんで、なんとかこのガチョウの力を使ってですね打ち進めていこうかなと思うんですが、まあ、もちろんのこと高設定にも期待を持っていきたいと思ってます。私多分高設定打ったことございません。多分ね、あのエンタートロフィーとかその高設定した今日とか見たことございません。なので正直このビレッジが人気かどうかって言ったらあんま人気じゃないんですよ。で、高設定も使いづらい、人気じゃないゆえにと思うんですが、わからないっす。僕こう最近こればっかり言ってますんで、ちょっとこのホールさんにも期待しつつ、ちょっと推測をねさせていただこうかなって感じでございます。一応即前兆ですね。これ正直この即前兆ようわからないんですよ。10ゲームぐらいから入るやつなんですけど、まあこれ入ったからって言ってモード A が否定されるわけではなくて、多分実戦上です。今日はね2月18日現在で僕が打ってきた中では50ゲーム超えてからの前兆はモード A 否定されてます。で結構早めに当たることが多いです。でそのまま当たることもある、まあ天国だったっていうこともあるんで、正直ね心前兆の有無はね言うほど気にしなくてもいいと思います。一応前回僕北斗でフリーズ引いた時にコメントを見させていただきました。その時に例の無双転生の時に僕100% 当たるかどうか知らなくて、当たれって言ってて、そこに関してその演出全然知らないんだみたいな書かれてて、実際全然僕分かんないっすよ。俺全部勉強してるわけじゃないんで、至らないところも出ると思いますが、はい、ぜひねそんなガチを応援していただけたら幸いですし、まあ、そういった至らない点があったら普通に指摘していただいても構わないですので、もちろんのこと僕その浅く広く特化してる機種ないので、浅く広くいろんな台勉強してるので、抜けてしまうことはね今後もあると思いますが、ちょっと保険をかけるわけではなく普通にわからないこともありますので、皆様ご了承いただいた上でガチを楽しんでいただけたら幸いでございます。ということで今お水が引いて、まあ、約半数で高額いくんですけど、ここからのレイアクは、パニックゾーン当選率に設定差がないので、ここでバカスカ引こうぜって感じです。でどの役引いてもパニックゾーンが 100% ならないです。強チェリー引いたところで 80% 強とかで、弱チェリーでも2割みたいな感じで、一番当選しないのがスイカみたいな感じなんで、この、まあ、最低20ゲームあるんですけど、降格がこの間でレアクを引けるかがかなりチャンスゾーン突入の鍵を握っている形ですね。なのでこの降格じゃない最中のレアクは全て設定差があるといった形です。まあ、ジャグチェリースイカとかでパニックゾーン入れば高設定に期待が持てると。ほぼ入ったことないけどね、うん、まあ、ジャグチェリーとかも設定差ありますが、そんなの数えないんでそんな数えないです。
当てになったことがなくて今のところなので数えずまずモード移行とかそのパニックゾーンの入りあと下ですね、そういったのを見つつ惜しい気を考えておこうかなと。でまずその構成って積もるのはしたいんですけど入ってない可能性がやっぱ多い機種だと思ってるので一応期待を持ちますですがやれるかどうかになってますんで、本日のガチ用の目指していくものは出るかどうかです。マジで難しいこの台は。 AT 入るのはそんなに難しくないんですがマジで出ないもちろん2000枚ぐらい出したことあるんですがトータルで出すのむずいんで、でも面白い、面白いのも伝えたい。お付き合いくださいませ。ガチョウなんでやれると思います。で忘れてましたね、置いておりますこちらガチョウシールでございます。皆様、本日も朝一からですね、村に来てくださいましてたくさんの方が村に来てくださいまして誠にありがとうございます。収録中スタッフにまず声かけていただければお渡しできますので、なんか喋ってなければね僕に声かけていただいても大丈夫なんですけども、遊びに来ていただいてぜひぜひガチョウシールもらいに来てくださいませ。よろしくお願いします。で一応この前兆に関してはここからですね100ゲームから50ゲーム刻みで前兆が発生するかの抽選で、発生するか発生しないかで前作であるセブンですね、それを踏襲してます。一応ですねここの100から150で、ジャッジメントイービルいかなかったら B 期待度が8割とか、ここで、前兆が発生しなかったらモードが、B だとかっていうのもございますので、でそれが450ゲームまであるんですよ。ですが僕の実践上ですまだ出てないんですがもう間違いないです。300から3、400のゾーンで前兆来なかったらもう A なんで、 B はその子ゾーンが濃くなるので皆さん300から400で前兆なかったらもう諦めてください。ほとんど750いきます、地獄です。だから地獄が緩和されてるのが今作パニックゾーンチャンスゾーンでございますんで、はい、何かが迫ってきている、何かが迫ってきていると。まあ基本的な出方が2つあって、ばあちゃんが喋ってるやつが、まあ、若干チャンスで、宮の場合は天国とかありますね。今日はねわざわざね高速ぶっ飛ばして来てくれてる兄弟いますんで、兄弟たちがねトロフィー出たらすかさず横行きますよ積もりたいもんそりゃ。でも今はビレッジ、トロフィー出たらホークと今日並びがあると思うんでね、この設定の積もりたいは積もりたい、やっぱり私もね。ないね、でまあステチェンしちゃうともう全長終わりです。今ちょっと煽りがあったと思うんですけど、そうじゃないとまた全長、まあプレ全長が続いてる感じですね。で170、まあここら辺で全長ないので一応デフォですね、基本的には全長来ないんですけど、来た場合はモード B 以上の可能性が 80% 以上で、これが50ゲーム刻みで前兆の有無によってモード示唆していくって形です。いやー今日ね差し入れで、ね、左右なんておしゃれな水もらっちゃって、やっぱ体にいいですよ。朝と夜飲むのはねいいって言ってディレクターと取り合いになりましたから、まあガチョウなんでガチョウがいただきますよこれでガシやすまんねで、まあ、ちょっと過ぎちゃいましたけど175ゲーム通常時消化するとある資産を見れます。このプッシュボタンを押しましょう。わー変わってない、変わってないんですが、次回クライマックスバトルでモロ以上の対戦相手の 50% で50% でここがねこのデフォじゃない、クリスが出るのかな、出た場合に関してはそのモロ以上になりますねっていう示唆があるんで、一応見て、クリスが出てたら期待度が高い対戦相手だよっていう感じです。当たったの一人だけか、400でね、いやー重いですねこれはさすがに。いやでも怖いよ本当に怖い、この強いです。前兆としては
バトル行ってそこからジャッジメント、しかもここでチャンスアップ入るんだ、これも当たりますね多分。でバトル、ジャッジメントイービル、バトルですね。あ、わ、当たったわ早い470ゲーム、早いパターンですね全長が。ソトシが、15で、まずクライマックスバトルエピソード13ゲーム紹介しましょう。で、まあ、この順に強くなります、期待度が高くなります。で最悪、ハイゼンベルクが最悪です。で基本的に大体、まあ、35% 35% ぐらいで選んじゃうんですよね。でモロが 20% ぐらいあるのか、でアンジが 3-4% ぐらいで選択されます。で弱点薬持ってないので、ここに関してはレア薬で弱点薬取るか、強チャン攻めで 80%、 強チェリーだったらモンドル病で AT です。でこれで弱チェリーかな、てか煽ってない、横コンでめっちゃ熱いんじゃないこれ、強チェリー引いたかも、ほらしゃー、オッケーやりますやっぱガチオすげえわ普段はレア役だった場合は1ゲームごと煽ってくるんですよ。でこの形って外れ目もあるんですが、基本的に横コーンって子役なんですよ。リプレイかレア役の可能性が高いんで、この時点でジャグチェリーか強チェリーになるんですけど、さすがっすね、さすがガチオだ上げていきましょう。いやいいところで強チェ引けましたよ。これがねちょっとね鬼武者の早期っぽいんだよね、っていうね、まあそうなんですけどエンタなんで、実はね、はい、ありがとうございます。いきましょう。でここから初期ゲーム数を決めるシューティングアタック、平均100ゲーム獲得なんですけども、何か起こさないで100ゲームいかないんで、初手でね左の方、見たことない345ゲーム獲得してましたんで取りたいなと。まあ増殖させないとまず無理です。いやなんか怒ってくれ、ここから2択目の外すまでは続きます。よし、この時点で上乗せが濃厚、あ違うか、ナビが外れる場合もありますね、揃わない可能性もある。うわあ55、あ全然足んない。まあ上振れが結構激しいんでね、ここはもうしゃあない。で正直なところ、このハザードラッシュもう100ゲームないと話にもならないんです。まあそれも説明しましょう。まずですね、この右下青くなってるんですけども、何を目指していくかっていうところは基本的にはナイトファイアという特化ゾーンになります。それがですね、クリスボードっていうチャンスゾーン経由かレアクルでの抽選になるんですけども、そのクリスモードの抽選がまず、スイガの 28% かこのゲーム数になります。でまず初回に関しては0ゲームで約 50% 弱でクリスモードいきます。で50ゲームごとの抽選になりますが、50ゲームが 10%、 そして100ゲームが 60% ほどになるので、まず100ゲームで必ずクリスモードに入れるっていう、そこを目指す。ですが55ゲームしかないので踏めるのが2箇所なので、 50% 弱と 10% の抽選しかゲーム数では行われないとなるので、まずこの0ゲームの 50% 弱を取らなきゃいけないことになります。あ、いった。でこれで 50% 弱を取ったと。で8ゲームプラスアルファのナイトオブファイアの特化ゾーンになります。消化中に関してはまず基本的にはバードライ、これが約1/33とレアークでの抽選になります。しゃー、 OK、 一角でこれ1/33いったと。いきましょう、ナイトファイヤーで、ここの色が変わったら継続率が優遇されてますよっていうところです。
ワルプルギスの夜と一緒で、継続率は4段階 60%、65%、75%、90% あります。で、継続率漏れる場合に関しては、非継続の場合はまず基本的にリプレイで 40% です。で、弱レア役に関しては、50% ですね。強レア役は鍵替えの行動で、強チェリーで追撃もついてくるといったところになります。で、まず、まあ、ここは、1セット目は必ず継続となります。で、継続している場合に関しての鍵替え、あのリプレイとかだと数パーセントしかないです。弱レア役でも十何パーとかなっちゃうんで、基本的には追撃入りづらいです。で、ここからですね。あ、これも大丈夫でしょう。多分2人いたんで、よしよし、 OK。 もしかしたら鍵かいてる可能性もある。その鍵かいリプレイ 40% ございますからね、いろんな意味で、リプレイ引くゲームにもなるっていう。おー、いいねいいねいいね、また引いてる。 OK。 いいね。で、基本的に、5セット目を目指します。5の倍数、5、10、15と。なぜかというと、5セット継続すると必ず追撃がついてくるから。寂しい。よし、これで 40% あるから。これ弱攻撃、あ、スイカだ。やっちゃ、フリーズしてる。で、これで鍵変えた可能性がある。で、内部的に継続してた場合は追撃の抽選してますんで、ここ追撃来ないですが、クリスさんがいらっしゃる。ここでも引いた。5セット目超大事。この 40% 引いてればもう問答無用。来ない。で、弱攻撃頼むぞ。ここで負けちゃいけない。よし、ナビなしいいぞ。リプレイ行こう。頼む。ダメ。うわー、一番ダメなところで終わってしまった。とりあえず40ゲーム。で、残り78となりました。で、一度ナイトオブファイヤーに入ったのでモードが変更されます。この場合のゼロゲームでのクリスモード移行率が 40% 弱なります。なので、その約サブ位置をうまくループしてナイトファイヤー入れてっていう繰り返すと、かなりチャンスというか、すぐクリスモードナイトファイヤーってループが望めるといった形です。で、レア役が本当に無駄なものがなくて、先ほど弱地に来ましたが、基本的に 30% で上乗せします。で、スイカがクリスモードの移行、それが 28% で、チャンス目に関しては基本的に上乗せの抽選かバイオゾーンっていう増殖ゾーンの抽選で、強チェリーは乗せ角プラスナイトオフファイヤーの抽選となります。ほんと無駄がないんです。だから好きなんです。でも出ないんです。もう最初だけね、めちゃめちゃ喋りますけど、はい、落ちてたらもう喋んなくなりますので。で、今回は、まあ、色がね白に戻っちゃったの で、ここで鎖の前兆がないので、約、まあ、40% 弱のクリスモードの抽選は落ちてしまったと。で、次は基本的に、まあ、もう50もかなり薄くなるので100になるんですよ、ゲーム数では。ってなると、あと基本的に、まあ、21ゲームは乗せないとダメといったところなので、まあ、それを乗せるのを目指すと。で、100ゲームのクリスモードの抽選を受ける、うん、基本的にその流れですね。マジでナイトオブファイヤー結構面白いんで、ですが10ゲームで終わること、まあ2連で終わることもかなり多いです。で、基本的にまあ、期待枚数かな、 AT の600枚ぐらいあるんで結構高めなんですよ。600数十枚、多分僕平均多分300何十枚とかなってますんで、うん、えぐいです。まあ、基本的にこのクリスモードのモードっていうのが3種類あって、まあ、初回通常チャンスってなるので、まあ、初回を経て今通常化チャンスっていうところですね。もちろん通常よりチャンスの方がその抽選してくれるパーセンテージが上がってたりとか優遇されてますけど、
まあ、ここら辺のねイコリさんまだまだ出てないので、もう本当に0か100で、その後もまあ100ずつが大チャンスになるんで、でまあこれで終わりですね。で基本的にサマイ数が、1100枚以上いくと貫きスペックということでミランダが出てくる可能性があると。でそこでミランダが出てくると約 55% でまた AT 引き戻しっていう形です。まあここは切れないですね、ほぼ、はい。偶数しさ337枚、いつも通りでございます、はい。まあ、初期ゲーム数が55の時点でね、かなり厳しい戦いでしたが、まあ、これを繰り返していく形ですね。まあ出ない、本当に出ない本当この台は設定を入れてほしい。判別も難しいでしょうけど、マジで低設定しか打ってないん で結構ホールさん的にも台数あると思うんですよね。まあ、多台数じゃないですけど、本当ね切に願う。まあ、皆さんもね自分が好きな台設定入らないと打ちづらいっていう傾向はあると思いますけど、やっぱ高設定入ってるか入ってないかで全然高ぶる気持ちは変わりますから、ちょっとこのビレッジ自体がちょっと強度は良くないんで、クライマックスバトル全員ハマってるんでね、多分もうないと思います、正直なところですが、ないと思うけども思うだけに したい、うん、実はのパターンがあったら嬉しいですね。143通しましょう。よしよし、この天国持ってきたのはでかい。まあほぼ設定差ないんでね、よっしゃ。いやーそろそろアンジー見たい。アンジー見たことない私。お前かい、またおめえかよ、出てくんなよ。ハイゼンベルクさん、ハイゼンベルクの場合はほぼここがね生姜系になっちゃうことが多いんで、一応今、はい、一応、いや、まあ、ジャグチェリーだったら 50% でレアパワーとりあえず取った。でここからレア役行きゃもう問答無用でございますんで、とりあえずね、で、対戦相手によってその外れ目ですね、ベルとかでの当然率も変わります。ここからはクライマックスセブンで、一応ハイゼンベルクは、下から2番目かな、ハッパージャックあります。ドミトレスクが 7.5% で一番弱いです。音が変わってほしい。ここでフリーズする可能性もある。頼む、めやっ、頼む。残念、多分ダメかな、外れてしまいました。はあ、いやでも面白い、めちゃめちゃ面白い。バイオ全員というか中3台やめちゃいましたね、朝で全員ちょっとハマっちゃってたんでね、朝一リセテンっぽいところで当たったりとかなんで、ちょっと状況も見てねやめられたと思いますが、いや仕方ない、こうなっちゃうんだよね、これが悲しいよ俺は。よかったらね設定使ってあげてください、お願いします。どうだ、カットインはない、いっちゃえ、やった、いった、高額のジャグチェリーですね、設定差ないです、いきます。パニックゾーン10ゲーム20ゲーム無限あります。基本的にはまあ3分の2が10ゲームで、このステップ1がリプレイです、対応、これがリプレイじゃなかった時に熱いで、ステップ2はレイアーク、レイアークじゃなかったら激熱で、基本的にこれは外れ目で、毎ゲーム約 2%で抽選してます。それ以外はレアークでの抽選になります。
まあ、最低 25% ですね、レアグだった場合は。で強チェリーは問答無用でと。でこれ青文字だった場合に関しては最終ゲームでフリーズするか、10ゲーム続くかのチャンスで、基本的にゼロになるとこの演出以外だとフリーズ濃厚です。はい、終わりっていうね、すごいでしょ。でこれ今、あ、これ今パニックゾーン終わって白じゃ、夕方がデモなんですよが行動なるんですけど、今普通のところだったんでこれ戻し濃厚じゃないですか。それか高額でジャグチェリー2回引いてるんで 20% 2回通したかです。でこれ引き戻し率にもパニックゾーンの設定差があって約 10% から 19% なんですよ。でこれ多分、普通の村スタートしたんで戻しだと思います。戻しか、先ほどのジャグチェリーでまた再度当たってたか、これ多分大丈夫だと思う。うん、ウェイだよな。おろおろ戻しだったらまあ設定差あるけどどうなんだろう、そう思いたいまずここで引こう、引かなきゃいけないんだから。いきなりフリーズしますんでねこれということで、これで約 2% を取ったと。やったぜー、うまい。155枚まだ持っております。投資は15のまんまで987回転やったー。次はもうハイゼンベルク出てくんなよ、てめえてめえ出てくんじゃねえぞってお話です。お願いします。よしよし、まあとりあえずね基本的にこの2人なんで、まあ、チャンス目引きはもう問答無用で AT で、今ハイゼンベルクでもしかしてジャグチェリースイカ引いたらどうなりますかっていうところに関してはまず 50% でレアパーじゃないですか。で直撃がね 0.4% しかないです。約 0.4% しかないんで期待しないでください。でここでベルだったらもうチャンス目、ジャグチャンス目っていうね。僕中押しが大好きなんでね、こういう時は中押ししちゃいますけどもでこれもうスイカ1角なんですわ。中段バーで強チャンス目なので 80% で AT 直行便で 100% で、それを漏れたら 100% でレアパワーで、これで 50% でレアパワー。あー取れなかった、やば、取れねえのかよ。でドミトレスクに関してはそのハズレ目とかベルリプレイとかで一番 AT 突入率が低いです。約 7.5% なっちゃうんで、まあでも 7.5% あると思えばね、頼む。よっしゃ何で取った、あ 7.5% 取った、よっしゃということで最速です、人生最速のビレッジの AT2 回目行きたいと思います。最後の55ゲームでした。基本的に最低40ゲームなんでまず何かね、よしよし、これを揃えていけるんじゃない。はい、近くで、ここからの分裂は約 20% 5分の1と言われてます。5分の1、5分の1で、まあ赤になるって形ですね。よっしゃくっ、よっしゃいけ、止まるな、よっしゃ、あっ、これ5分の1、5分の1、今日の一生の願い。あーいい、いいですよ、もう超えましたからね、70。よし、うわすごい、これ増殖じゃない。うん、よしよしよし、これもう一回いってほしい。5、5、5、5の5、次
次いくつか分かんない、分かんないけど OK。 平均はもう超えました110、今ね。これリプレイ、大柄です。おー、いいぞ、揃えて、めっちゃ揃えて、単品で揃えたい。よっしゃー、楽しすぎだろ。ここからが勝負よ。ゼロになってるから。どうする？どうする？俺めっちゃ好きなのはハサミなんよ。こっち？信じる。バババババ、十分だから。とりあえず今回は145。うわー、やりましたね。楽しんでいきましょう。だから本当に、ここのゼロ AT 入った時の、おいっと、やった、あのゼロスタートの 50% 弱取れるか、これめちゃくちゃ大事なんで、まず取れました。よっしゃ、行こう。うわ、めっちゃ強い。これスペシャルチャンスなんでいただきました、ありがとう。ということでこれスイカですね、スイカの 25% 取ったといった形になります。やりました。うわー、いいですよ。で、僕が目指しているところはここの瞬間に下パネがショートして楽曲が変わるんですけど、これマギカと一緒で、まあマギカとは若干変わりますが、4ラウンド目までが保証されるといったところがあるんで、めっちゃ気持ちいいですよ。まあここはね、保証なんで、ここから。やべえぞ、怖い、緑ですら怖い。うわー、強攻撃、これマジでやばい。リプレイいきましょう、リプレイからレアク、あと2ゲームまだある、まだあるよ、あるからね。あー、残念、これね、めっちゃ多いです、10ゲームで終わるの。追撃を入れないと100ゲームとか超えないんで、ほぼ。まあこれちょっと繰り返していきましょう。本当これ細かい数値とかその法則性とかを知っておくとマジで面白いんで。でもでもですよ皆さん、うん、マジで出ね、うん、知ってるけど出ね。もうレアク、もうマジでね、チャンス目系があっちいっすわ。チャンス目系、今日チャンス目。で、赤チャンス、めっちゃ熱い。で、説明しましょう。これトータルの上乗せと、まあもろもろで 70% の期待度があるんですけど、上乗せが 20% で、なんとバイオゾーンが 50% 占めております。これ多分バイオゾーンだと思われます。チャンス目系っていうのがバイオゾーンの当選率が高くなってますので、これ多分もらいました。めちゃめちゃ強いです。大丈夫大丈夫、演出が強いとほぼ特化ゾーンになります。 20? バイオゾーンだろ、うわやば、20だよ。で、3ゲームの増殖の特化ゾーンで、もうこれステップ踏んでます。レベル 1,2,3 ってなってて、ここも増殖濃厚になってます。ここからベルで、20%、 約 20% でこの段階を踏んできます。で、リプレイで 50%、 レイアークだったら必ずステップを踏んでいくと、最大で30まである。これレイアーク取れなかったけども増殖はします。あ、しなかった、あ、ごめんなさい、しなかったです、嘘が起きました。めっちゃ持ったね、20めっちゃ持ってない。あ、もう20乗せてたってことなのね、うん、まためっちゃ熱い、すいません、説明が全然、うん、嘘こいてて。で、この演出が鬼武者でいう松明演出と一緒です、激アツです。だかバイオゾーンだね、これバイオゾーンです。お、2回引いた、やば、え、やばい、めっちゃやばい、いや、え、めっちゃやばいよ、え、どうなんの、うん、そんなん、いや、これ必ずストロー、さっきここだったんだよな、
何なんだろう。やべやべやべ、ダメダメ、取らないダメよ、もう頼むよ、頼む、マジかよ、マジっすか。で一応あのナイトオブファイヤーの抽選もすというか前兆も言ってますね。めちゃめちゃ薄いと思いますけど、基本的にはレア役だと強チェリーで行くんですけど、いやめっちゃなんか怒ってる、また強チャンス目いてる、え何でバイオゾーン頼む、もう3度目ってか期待度 50% オーバーなんで、これ 20% 引いていい加減、おちょっといい加減にせえや俺。マジかよ、やばいな、めっちゃ下手やん。今あのバイオゾーンって言ってました、バイオチャンスって言ってました、ディレクターが、すいませんお詫びを、もう気持ちが入りまくっちゃって。でしかも今赤チャンスで、今のボーンっていう演出が多ければ多いほど本前兆期待度アップです。もらいました、あの強チャンス目からナイトファイヤー直撃です、いただきました、間違いない。今の赤フラめっちゃ熱いんで、てか僕初めて見ました、赤フラ切れろ、あかん、なんないね、追撃ください、くれないんだよね、よっしゃ、ブラ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 、誰も出てこない、鍵書いたでしょ、ここキャラはいない、よし来い、いやー俺に追撃をやらせてくれ、ナビ出るな、ナビ出るな、頼む頼む、またかよ、またすか、全然おめえんだかうまくねえんだか分かんないんですけど、一応150ゲームあります、もう頼むって、もう、うわー 30% アウト。ちなみにこれ 1% ぐらいでねバイオチャンスもあるんですよ、ジャグチェリーめっちゃ強い演出で、ジャグチェリー来るとめっちゃ薄いのヒットだっていうね。はい、終わりやしたと。まあサマイスもねちょいプラなんで、まあミランダは出てこないでしょう。今回は奇数した、いやよう出ましたよ僕にしては。ですがちょっとねチャンスが、あのナイトファイヤーも5セット目2回行ってそこを超えれず追撃非発生だったりとか、バイオチャンス4回やって1回も増殖しないっていう結構やばいことしちゃってるんで、まあとりあえずですけど、あの天国までは1回見ましょう。で収支管理アプリ TMoney 登場。 TMoney には誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。